久保さん、今回の動画、めちゃくちゃ良かったんじゃないですか。わかる人にはわかる、わかってしまうというね、動画じゃないでしょうか。今回、一生懸命にしましょうか。まああの、まあ久保さんの言う通りですね、もう本当に僕も R34 との,この出会いっていうのは、本当に不思議な出会いがありまして、まあ18歳の時ですね、もう毎回その、 GTR マガジンですね。今、いまだに発行してるやつがあるんですけど、まあ、そこに出てる R34 乗りてえな、将来ってはずっと思ってたんですよね。だけど、じゃあ R34 乗るために頑張ったのかっていうと、全くそうじゃないんですよね。1ミリも忘れてましたね。<laughs> それから10年後か約。うん。まあ、会社の売り上げがね、すごく大きく売り上げが上がって、 まあ、マックス僕が一人で3000万ぐらいあげたときに、まあ、社長からね、なんか欲しいもんないかと。いやー、欲しいもんすかー、みたいな。いや、特にないっすけどね。車はいや、車。いや、会社に泊まってるんで、車あってもう乗れないっすよね、みたいな。うん、通えばいいやん,ん、みたいな。通うまず、通うという発想がなかったですね。<laughs> 僕の中に。 あ、確かに通うっていう方法を取れば車乗れるかもしれないですね、みたいな。あみたいな。で、そっからですよ。そっからもうブワー調べて。ブワー調べて。そしたらね、あったんですよ。イメージしてた車が入荷しました、みたいな。早くなくなっちゃうよ、みたいな。僕がもう、あの、僕は南の帝王のもう黒塗りのベンツがかっこいいっていうのはもうすごくあって。で、GT-R も、 さあの真っ黒で、ニスモのエアロで、あのホイール黒で、全部もう黒、なんかもうイメージはできてたんですよね。で、それが入荷しましたみたいな。で、な、さらにね、これなんか不思議なことで、まあ僕大阪で買ったんですけど、たまたまね、大阪でね、セミナーやるっていう梅田さんですよ。<laughs> 山口さん。山口さんと正月、大阪でセミナーやるみたいなスケジュールが入ってて、 あちょっと見に行けるなっつってでセミナーはセミナー終わった後山口さんと見に行ったんですよねで山口さんと一緒にあの契約しましたからねその場で即決でうんまあ結局オチとしては、まあ、買ってやるよって一緒に言われたんだけども半分以上は僕がまあ会社辞めたんで払ったっていうねローンで買って <laughs> そうまあでもあでもねあれ一 あれなかったら本当は今の車と出会ってないしなんかいろんなねあのことが重なりましたねあれはうんあんまりその地方でセミナーとかあんましないんですけどたまたまその正月やった時はその電あの Kindle 出してるああじゃあ IS アンドロイドのあなんか出してるまあ本も確か出してたのかなでその人とジョイントして セミナーしてでね、そのセミナー結構来てくれたんですよな。な、60人ぐらい集まってる気がするな。結構集まって、香港、ほ香、香港だったかな香港から来てくれる人が来て、結構盛り上がってたんですよね。そう。で、その時、ですよ。うん。だからもしね、梅田さんとあれやってなかったら、そういうの大阪行ってなかっただろうし、多分ね、車見に 大阪単独で行くことは多分なかったんで、なんかすごいなと思いますねうん。で、まあ、一生懸命って何かっていうと、あの僕、稲森和夫さんも好きなんですけど、これ、稲森和夫さんも話があって、前の会社で僕、入社してすぐ、まあ、毎日、その、あの、ね、社長と一緒に、その、なんだ、お鉢っていうね、あの定食屋があったんですけど、 まあそこに昼休み、よし、飯食いに行くぞっ、つってね、あの飯食いに行ってたんですよ。で、あのー、まあ僕はその時何もできなかったんで、つまようじ係をやってまして、あのー、社長がいつも飯食い終わると、つまようじでね、こう歯をこう、スッみたいにやってたんですよね。で、それは僕は学習しまして、社長、飯食ったなと思った。あ、社長、どうぞ。 すすさずを出すっていうね <laughs> おう気が利くなみたいなね <laughs> でその気が利くなからの聞き出すみたいなねやってたんですけどでちょっといつか社長ちょっと聞いてもんみたいな社長が尊敬する人って誰ですかみたいな社長が尊敬する人って誰やなみたいなね聞いたわけですよそしたらあの「そうやな京セラの稲森さんかな」みたいな「稲森誰やそれ」みたいな 僕は全く勉強してなかったんですよ、その時ね。知らないわけですよ。ただ、メシ食い終わった後、そ,その恵比寿の駅の上にアトレってのがあってあ、そこの本屋行ったら、生き方っていうね、本が積まれてたんですよ、ちょうど。稲森さんの。あ、これ、この人ちゃうかみたいなね。買ったわけですよ。<laughs> で、その稲盛和夫さんのよくインタビューで、あの、 なんで稲森さんってそんなすごい成功京セラの名誉会長だったりとか、ジャル再建だったりとか、京セラ、えー、現 KDDIAU、えー、第二伝伝みたいな、なんかす、まあ、いろんなことできたんですかみたいな。そんなすごいことしてきたんですかっていう。なぜ成功できたのかっていうね、くくりがあるんですけど、稲森さんはいつも言うんですけど、いや、そうですね。そんな大したことじゃないんですけどね、みたいな。ただ、ただ、日々一生懸命、 日々一生懸命生きただけなんですけどねみたいなこと言うわけですよね <laughs> <laughs> まあまあもうほんと多分ね日々一生懸命前に進むだけなんですよね <laughs> 泥臭いですけど <laughs> でねまあ稲森さんもオチがありましてあの実はその <laughs> 山口さんのセミナーと実はつながってる部分あるんですけどそのそのお正月に ね、セミナーした時にあるお客さん来てたんですけどでそのお客さんが後に濃い、あのー、関係になりましてでそのお客さんが稲森和夫さんの、まあ、そっから何年後だ多分もう5年34年経ってからだと思うんですけどちょっと連絡があって「ちょっと稲森さんとは会えるけど会うか」言われて「あぜひ」みたいな「いいんすか?みたいなおえーで」みたいな「おえいで」みたいなんかパーティーみたいなとこに招待されまして。 であの稲森さんいるわけですね。<laughs> 僕はその,その本を買ったのがまあ10年前ぐらいなんでその本を持ってって行ったんですけどその本に稲森さんのサインが刻まれるっていうね <laughs> よくわかんないですね。多 <laughs> 分もう会うことはないですけど生,生稲盛和を見るっていうのはまあないですね。<laughs> でまあまあサインもらいましたね。 あそのサインでは「警定愛人」だったかなあの最後高森さんのねあの言葉が書いてありましたけどいやーいろいろありますね本当にうんまあだからまあ日々一生懸命生きる日々あのがむしゃらにやるっていうそれだけじゃないですかねうんだからこの前僕ねそうそうそれも大久保さんのその通りだなと思うんですけど まあ Z4 買いますって言ってね、もう Z4 ずっと見てたんですよ。多分ね、Z4 だいぶ見ましたね。だけどもう忘れてるんですよ。<laughs> もうやることやってるんで <laughs>。やることやってるんで。多分まあ手に入るんですよ。確実に多分買ってるとは思うんだけど。でももうやるべきことやってるんで <laughs>。なんかその、何なん,なんですかね、もうめちゃめちゃ強く思うと、多分血の中に入ってるというか、なんか無意識レベルに入ってるんじゃないですか。忘れてるんだけども、 意識としては忘れてるけれども、無意識に入っている。なんかそんな感じかな。だから全く忘れてたら、その、その思いも,だ思いも出,せ思い出せないじゃないですか、そもそも。100%忘れてたら思い出せないと思うんで、なんか無意識レベルに刻まれるって感じじゃないですかね。うん、まあイメージとしては。 でも無意識レベルまで本当にそれが欲しいとかなんか手に入れたいっていうところがないと多分まあ引き寄せるのは難しいかもしれないですね。だってそもそも思ってないので、うん、受信できないじゃないですか。うん。さだからこれはね非常にね難しいっちゃ難しいんですけどね。うん、でもその忘れるっていうのはいいその表現だなとは思いますね。ね、コメントにもありましたよね、これ。 確かかにありかもっていう,、ね、うんこれはねやっぱね UFO 研究会はや,やりおりますね <laughs> <laughs> はいということでまあ一生懸命生きるってことですねうんいってらっしゃい